マーチです今回は TCD スキンで、えー、グローバルメニューの数を多くしたいときの対処法ということでですね、お話をさせていただきます。えー、TCD の、ね、テーマって言うとですね、えー、高価な有料テーマになってるんですけども、えー、ちょっとね、触るのにね、えー、おっくになったりします。で えー、グローバルメニューっていうのはですね、えー、この赤枠に囲まれた部分、矢印が刺されているところがそうなんですけども、その左側にあるスキンと書いたところ、これがロゴなんですね。で、これが同一線上に並んでいるので、えー、数を多くするとですね、どうしても干渉するという現象になってくるんですよね。で、これをどうやって回避するかと言いますとですね、 えー、スタイルシートを編集します。で、えー、できればですね、このスタイルシートを編集するって言ってもですね、えコ、ー、テーマを使うっていう風に考えていただいた方が、えー、後々ですね、あっちも直し、こっちも直してどう,どうせやんなきゃいけないので、えコ、ー、テーマをあのちゃんと使っていただければと思います。で、どうあの、これをね、編集するかと言いますとですね、こちらですね、 で、えー、カスタム CSS でね、あの、ちょ、ちょっと、あの、書く場合は、あの、下の方を、えー、選んでいただければと思います。で、どちらもですね、えー、マージンの部分の値が違います。はい。あの、先ほどの、ね、値とね、えー、比べていただければいいと思うんですけども、えー、この部分が違うだけなんですけども、これだけで、えー、グローバルメニューがですね、一段下がって、 あの、広くなっても大丈夫なようになってます。で、えー、なぜこういう画面になりましたかと言いますとですね、えー、こちらの方に、えー、TCD テーマで、えー、小テーマを使った時の、えー、注意事項があります。あの、このチャンネルにも動画がありますので、えー、ぜひ、あの、小テーマを使う際にはですね、TCD の場合はあのー、この件にね、あのー、十分注意していただきたいと。 で、えー、まあワードプレスのね、えー、小テーマを作る方法として、えー、ライトニングという、あの、冠がついてますけども、あの、作り方、あの、そんなに変わりませんので、えー、ぜひ参考にしていただければと思います。あの、このタイトルで、えー、このチャンネルの中に、て、あの、動画がありますので、えー、ぜひ参考にしていただければと思います。 えー、今回の内容、えー、そんなに難しくなかったと思うんですけども、えー、また、あの、ちょっと遅れるかもわからないんですけども、えー、ページの方用意したいと思いますので、その時は、あの、詳細の方にアドレス貼りますので、よろしくお願いいたします。でどうしても、あの、自信のない方はですね、えー、熊八ラボの方にですね、優勝対応になりますが、あの、ご依頼ください。 YouTube のチャンネル登録よろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございます。